てめえ、イカラガの、はい、そういうことか。言っただろう、バイトをしてるってね。敵対関係になるとは思わなかったけど、いざという時まで助太刀無用、ちょうどいいタイミングだったかな。いい腕をしているみたいだけど、彼ら相手に正面からの勝負にこだわりすぎたね。ああ、少々高ぶりすぎたらしい。それにしても面白くなってきた。俺たちにも興味が湧いたか。少なくとも最後の連携は悪くなかった。果たしてまぐれか本物か、改めて試すとしよう。あれはゲネシスの外郭、一体いつの間に。こんなものに頼る趣味はないが、かの者のオーダーでもあるからな。さらっと気になること、さらに黒幕がいるってことかよ。本気モードってわけか。ならこちらもバンたちにカムシンとやり合うチャンス逃す手はないからね。こっちもスイッチを入れやがったか。白金の牽制の加勢、相手にとって不足はない。どいつもこいつも。だがやるしかねえ。ここから先は一二次秒も気を抜くな。どんな手を使っても乗り越えるぞ。ウーロ、警備主任と連携しつつ格好撃破しましょう。かかってこいや。もう一度だ、改めて実力を見せてみろ。臨場させてもらうよ。始めようか。見せてやるよ、飛天の舞。おそらく超高だ。加減はいたしません。アクセスブートアップ。バン様、ドライ開始や。発動じゃ。はっ、行けフェリーダ。楽しもうじゃないか。ユースビティアルアハブアンパスだ。援護するぜ。フィーバータイムだ。楽しもうじゃないか。
タイムだ。出力再開だ。ファンたちだね。ここ任せたぜ、カルシー。カダルバトスレイド。ほう、それなりにやるよう。好機です。ルクサが有効だよ。ラン、ゼリサよ。行くぜ。ブーストチャンス消えるわよ。楽しもうぜ。いつでも行ける。背中は任せる。行け。逃がすかよ。吹き飛べ。それでこそだ。まだまだここからだ。